さあ、春日部市立江戸川小中学校ということで、はい、うん、埼玉県初のね、うん、義務教育学校で小中一貫校、はい、そうなんですよね。小中一貫校ってすごくない？はい、小中なんですよね。ほう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 。ここの地域 の、うん、あの3つの小中学校が合併してできた学校なんですよね。そして全校生徒がおよそ200人、うん、でも少人数ながらも、はいはい、きっと元気な子どもたちがね、いっぱいいると思います。チャイム大丈夫でしょうかね。チャイムがね、ちょうど鳴ります。でもこれも懐かしくないですか？懐かしい授業始まるよって感じでね。そうです、慌てて着席してるかもしれないと。知れないですね。はい、ということでですね、うん、今日は青春の向こう側小中学生編、Let's do it together を始めていきたいと思います。なるほど、それがタイトルなんですか？そうなんです。タイトルが長めですけどね力が入ってますから。そうなんです、思いがこもってますから。なるほど、はい、行きましょう。行きましょう。まあでもちょっと今日さ、一回じゃあ、うん、おのおの荒木さんと別れて、うん、はい、学校を見させてもらって、うんうん、最終的にさ、放送室で合流しよう。あ、そうしますか、ね、別々に巡って交流行こう。だって小中あるから。そうですね、多いですもんね。そう考えたら行きましょう。はい、じゃあ早速、はい、参りましょう。あ、荒木さんマスクだな。あ、そうだそうだ、マスクしないと。はい、あ、子供たちが今ちょうど休み時間ですかね、廊下で今テストが昨日あったらしくて、懐かしいな。1年 A 組って書いてます。こんにちは、カメラマンだ。あ、元気だね。なんか新鮮ですね。マイクあるよねえねえ、学校生活どう？小学校楽しい、楽しい。すいません、失礼します。こんにちは。一応芸人やってるんですけど、知ってるよってことこう言います？僕のこと分かるよって。先生ありがとう先生以外は全員知らないのかな。廊下にもたくさんの子が集まってます。今目の前にあるの芋づる。みんな元気いいね。何年生ですか？2年生。いいね、一致団結感すごいね。2年生いいですね。ビーズ作りは楽しいですか？いい子たちだ。ちょっとだけ見ていきますよ。4年生のカグラです。4年生のカグラ、みんな知ってるの？こんにちは。少し授業見させてください。お願いします。頑張ってやってください。これはですね、この地域に昔から伝わるえのきの神楽というものの授業になります。はい、この学校が合併する前から富田小学校というところでもうずっとやり続けてきたことなんですけども、私以外はもうすぐに地域の方々の先生方なので、地域とのつながりを大切にしながら授業をしております。取り組む子どもたちどうですか？本当に一生懸命やってるなと、はい、いつもどうなの？いつもうるさいんですよ。もっとおしゃべりなのに。もっとおしゃべりなのに。そのうち慣れてくんじゃない？うん、なんでこんな。わあ。はい。あげちゃう。あげましょう。はい。皆さんこんにちは。給食の時間にお邪魔いたします。テレタマアナウンサーの荒木ゆりです。よろしくお願いいたします。そして。我が家の杉山だよお、ありがとう歓声が聞こえましたね。さ
あ今日は楽しい給食の時間にしてまいりましょう、はい、行きましょう。せっかくですからお願いします。お願いします。そして、はい、今日私たちと一緒に放送を進行してくださるのが、うん、放送委員のお二人です。お二人が自己紹介を委員長からお願いします。放送委員長の9年 A 組高橋剛です。今日はよろしくお願いします。高橋くんお願いいたします。委員長、あのマイクにそんなに近づかないですいけるよ。そして続いて、はい、放送委員会副委員長の9年斉藤和也です。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。皆さん給食食べながら、そうですね、聞いてくださいね、はい、全校生徒およそ200人に事前にアンケートを取らせていただきました。出ました、アンケート。ではトップバッター、お1年生の山口さんかな。ありがとう。ありがとうございます、はい、江戸川小中学校で楽しいことを教えてください、はい、生き物探しと書いてくれました。生き物結構いるんだ、まあ、学校の中に。そうですね、はい、なんか、まあ、一応昔じゃないな、うん、最近までは5年生がヒラメを、ヒラメ魚を育てていたんですよ。おお、学校で。裏庭にはあとウサギもいるんですよ。あ、ウサギもいるんだ、はい、飼ってるものもいるし、はい、そうやってあのちっちゃい、ね、見つけるものも、昆虫とかも、はい、自然が豊かだからな。では続いて、うん、5年生の小久保さん。お、担任の先生の好きなところは、はい、はい、佐藤先生は優しくて明るいところ、あら、そして大森先生が面白いところが好きですと。あら、もしかしたらちょっとね、今先生から給食の方がおかわり、うん、聞いてる先生も嬉しいですよね。ねえ、いや生徒だって佐藤先生、テレビ用です。2人も、いや佐藤先生ちょっと優しくて明るいですね時代は多分でもまあね、嬉しいですよね、はい、担任の先生は嬉しいですねすごく嬉しい今日の給食は何だったの？お二人は。ハンバーグですね。僕この昭和生まれなんだけど、はい、おかわりする制度ってさ、はい、どうなの今みんな。あ、今もうじゃんけん、普通にじゃんけんですね。じゃんけん、みんなは美味しそうに食べてますから、ね、食べてて、はい、うまそうだな。引き続き、ね、味わっていただいて楽しんでもらいましょう。今日はアンケートに。そして続いて9年生の関さん。はい、お、知ってる。知ってますよ。同じクラス、はい、だよな、はい、今の自分から未来の自分に、そして今の自分から江戸川小中学校にメッセージというところに、ほう、少人数ならではの強い団結力を忘れずにしていきたいと。どうですか2人は。お、みんな仲良く過ごしてますね、うん、そうだよね。しかもこう学年ずつに1クラスずつ団結力はね強くなってくるよね。そうですね、うん、学年超えても顔と名前と分かるんじゃないですか。どうですか。大体は覚えてます。すごいよね、はい、それはそれでね、みんな分かるって。もう一学年一クラスしかないんで、まあ、うん、まあもう学年超えて仲良くしてるって感じですかね、はい、だからほら1年生2年生なんてね結構ちっちゃいじゃんまだ、まあ、そうですね、ね、面倒見てあげないといけないみんなで頑張ってね。部長どう、はい、その俺の意見には反対ですか。いやまさかの部長。いいと思います。いいと思います。引き続き、はい、昼休みも楽しい放送を続けてまいります。なるほど、お願いいたします。いいですか、2人とも。はい、お願いします。3年生の斉藤さん、はい、担任の先生の好きなところはどこですか。はい、性格、顔、後ろ姿、髪の毛、背の高さ、服、面白さ、頼もしいところと。大好きですね大好き、全部ねえ。しかもちょっと3年生でさ、うん、後ろ姿っていうかっこいいよね。気分とかも先生とこう生徒たちもみんなやっぱり仲がいいんですね。そうですね、もう普通に日常でももう普通に話したりとか毎日楽しんでます。続いて7年生のなぎっぺさん。お、はい、なぎ、わかりますか。お、なぎ、もうあだ名でわかる。はい、はい、はい、部活動の楽しいところ、辛いところですね、うん、
成し遂げた時に達成感を味わえる、そしてきついメニューがあると書いてくれてます。何部なんだろうな、リッペは。陸上部です。陸上部、あーそれはそっか、それは厳しい時もあるよ。うん、陸上部の練習とかってこう見ててどうなんですか。みんなきついってよく言います。結構厳しい練習もあると思うけど、でもそれ達成した時にはすごく達成感があって楽しいっていう意見もあるわけでしょ。そうそうです。小学校中学校の時の思い出って結構覚えてるから、それは大事にした方がいいと思うよ本当に、はい、特に1年生諸君ね、俺の言ってることよく分かってないと思いますいつか分かる日が来るかもしれないですよね。届いてって思いながらね今喋ってますけど。8年生の吉田さん、先生の好きなところは元気がいいところ、そして先生が元気だとクラスの雰囲気が良くなるから。なるほど。と書いてくれてます。8年生の先生も2人は知ってるかな。はい、知ってます。ちょうど放送委員会の顧問、顧問です。あ、どう、やっぱ元気のある。そうですね、はい、何先生。西田先生です。西田先生、はい、あら元気があってパワーがもらえると。そうですね、パワーありますよ。あら、いいよね、なんかそうやって明るい先生が引っ張ってってくれたらね。うん、うん、さあじゃあ続いて9年生来ました。はい、サメーさんというニックネームで。分かる？なんとなく分かりました。私たちは分からないけどサメーさんね、サメーさん、担任の先生の好きなところ。はい、大人として尊敬できる。お、かっけー、かっけー、かっけー、褒め方がかっけー。サメ褒め方かっこくね。かっこいいっすね。高橋くんから見てもやっぱかっこいいっすね。あの超かっこいいっすよ。ね、今の褒め方かっこいいよね。担任の先生かサメくん出てこないか。これどっち。あ、白い方が担任の先生。担任の先生、よかった。大人として尊敬できると。めちゃくちゃいい褒め言葉じゃないですか先生。嬉しそうですね。いいな。では続いて2年生の佐々木さん、江戸川小中学校で楽しいことは転んでも9年生や友達が優しくしてくれるからですと。あら、9年生やってるの高橋君ちゃんと。ちゃんとね、うん、2年生とか1年生が転んだりしたらちゃんと優しく手を差し伸べてあげてる。まあ、見たらするつもりですけど、うん、今はまだないんで。今でもね、でもこの子ほら先輩ね、9年生の先輩とかが優しくなんとか対処してくれるから助かってますと。お手本として頑張ってね。そうですそうです。そうですね。うん。これからも頼みますよ。ね、さあじゃあもういよいよお時間がね、今日たっぷりあると思ったんですが、あっという間に、はい、はい、おしまいに近づいてきました。ではここで最後にね、うん、じゃあまず高橋くん、はいはい、江戸川小中学校改めてこんなところだよと教えてもらっていいですか。やっぱ人数が少ないところがやっぱり、うん、特徴といいところですね。やっぱり一番逆にってことだよね。それ伝わってきたね今日でも。そうですね、仲いいの少人数ならではのね、うん、では斉藤くん、うんうん、いっぱいありますけど、1から9年生がここにいることによって、うん、あの9年生は1年生を見てあげる。で、そして1年生がそれを見て育っていってくれる。なるほど。そうですね、それが一番いいんじゃないですか。でも残りのここでの学校生活って言うと、あとわずか。そうだよ。そうですね。ですね。どんな風に過ごしたいですか。うん、やっぱりあの後輩とそういう 仲の良い時間も過ごしたり、いい思い出を残したいなって思ってます。うん、そうだよね、もう残りわずかだもんね。半年くらいですよね。じゃあ斉藤くんもどうやって過ごしたいか、またあの後輩たちにちょっと伝えたいメッセージとかあったら。まあ、9年生の、うん、しっかりした態度、うん、見てそれで育っていってほしいなと思います。やっぱり、あら、いいね、人間重大ですがね、しっかりと楽しんでもらえればと思います。うん、さあということで今回の放送はこちらで終了とさせていただきます。はいはい、皆さんまずは高橋くん、斉藤くん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。聞いてくれた皆さんありがとうございました。この後の授業も頑張ってください。頑張って。さあ無事に放送も終わりまして、はい、今午後の5時間目の授業が始まりました。みんな授業に戻ってきましたね。はい、いや、やっぱこういうなかなか学校に来させてもらうことなんかなくて、うん、親心じゃないけどなんか頑張れっていう気持ちがちょっと生まれてしまいましたね。いろいろ、そして元気いっぱいで、もう私たちもね、そう、また頑張りたいなと。いや、パワーもらいましたよ。もらいました、ね、本当に頑張んなきゃいけないなと思って。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。